あのあとすごくその僕が印象的だったその引きの絵が多いなと、うん、こんなに引いてる絵が多いアニメってなかなかないんじゃないかって思ったんですけど <laughs> そのあたりは意識されての感じですかうんそうですねなんかやっぱりこうねあのまあこれは割とこうあのこの狼、えー、男っていうかまあ彼とその花っていうのが、うんうん、やっぱりこの なんて都会の片隅でさなんかものすごいこう隅っこのところでなんかこう生きてる感じっていうのがさつまりその出したかったんですよねなんかこうそのちょっとこう気を許すと見過ごしちゃいそうなところに何か大事なことが起こってるっていうかうん,うん、うん、なんかそういうところでなんかこう引き ばっっかりになて、でもそ僕はあそこが好きなんですね細かいところですけどこういうのが多くなっちゃうんだけど要は子供ができましたということを知ったらしい彼と花ちゃんがいつも待ち合わせる喫茶店の前でボーンって会って花ちゃんはちょっと不安そうなんだけどまあ彼的には結構全面的にオールオッケーな感じでドーンってきてぐるーんって回すと周りの人がちょっと驚くじゃないですか。あのこう あのぐるーんと回したら周りの人がちょっと驚くみたいなうん、うん、確か自虐の歌にもそれに近いようなとこあったと思うんだけどあ,<ー>あののなんていうのすごく誰かが喜んでる風景があって、うん、それにこう関係ない人がこううななんていうかなそ喜んでるわけじゃなくて関係ない人がそれにエフェクトを受けてるっていうかそれがな,な,なんとも知れん世界に対する肯定感じゃないけどうん、うん、いや、もう悪くないみたいな <laughs> 悪くない、こういう世の中はみたいな。 そうですね。まあ、なんかその一点とってもやっぱあったりとか。だ、うん、からね、あそこでカメラ寄っちゃうと、うんうん、要するにその。 あの、それこそさ、要するに言われてるような、なんか勝手にしろみたいな話になるわけじゃないですか。じゃなくて、やっぱりこう、ひきんところでさ、そういうこう、いろんな人たちがいる中で。わーいってやってる人もいれば、関係ない人は、おお、なんだ、びっくりすんな。人もいると。そうそうそう。うん、なんか、そういう世界含めて、なんか、そういう世界の中になんか、こう、まあ。この人たちは生きてるんだっていうようなところって言うんですかね。うん、ってのがあると思うんですよね。その主人公とか、その主人公を中心とした物語。 の外にもちゃんと世界があってっていう感じがやっぱその特に今回すごいやっぱその開かれた世界観みたいな感じがしてまあすごいいいしなんか,なんかそ,のそういうふうに世界をこう捉えて見せるアニメってあんまないよなっていうかやっぱそのどうしてもささっき言った余地がのなんていうかな少ないというかアニメってやっぱりもう1から10まで計算してやれようと思えばできるもんだからなんかこう。 よくも悪くもこう閉じたその世界というか自閉した世界の中での何かっていうことになりがちだと思うんだけどなんかそのあの広がって見えるっていうかね世界はでそれでなんか映画っぽいっていう感じに僕繋がったと思うんですよねなんかね今回でもね映画っぽいってもあんまりねこのね要するに演出的に盛り上げようとかねなんか例えばなんか 幸せ感演出しようとか泣かせよううととかかか泣ねなんかそういうのがね、うん、そぐわないんですよこ,れ、うん、この映画、うん、この映画って「狼子供を作っててそれはあのー、なんかこう例えば、あのー、それこそその、あのーえ「彼が」っていうっ、えー、とこう。 変化し、自分の姿を見せますよね。はいはい、狼男の姿、はいうん、狼の姿になるっていうふうなところもね。はいはい、なんか、あの一応こう、俺も演出家だからさ、うん、盛り上げようとするじゃん。うんうん、こう、まあ、手のアップとか、一応書いてみたりするわけですよね。でも、あ、全然、こういうんじゃないなっていう、だ、彼が見せようとしてることっていうのは、要するに。 オオカミに変身するっていうことを見せようとしてるんじゃないなっていう感じがするんですよね要するにそ,のでそこで最初はさ要するにいろいろ変化していくところを例えばアップでこうポンポンとやったりなんかじゃ、うん、それこそオオカミ男アメリカン的なさ、はい、ねっ、うん、リック・ベーカーがやりました的な変身するとこは面白いですよって,よってやりがちだけど、うん、でもそうでやってるのなっちゃうなと思ってうん、うん、そうじゃないなと思ってやっぱこう、うん、彼は要するにオオオカミになったってことじゃなくて要するにその 自分の要するに見せたくないところを見せたっていうようなことなわけで、うんうん、ある種見せたにすぎないというか,か、ね、そうでです変身したわけでもないし別にっていう、うん、実はだからそういうところなんじゃないかなっていう、うん、だからそうするとねなんかね要するに盛り上げの演出をやろうとするとねうん、うん、もう全部弾かれちゃうんですよこの人たちに <laughs> その作り手側も、うん、作り手側がね、うん、この人物たちだ花とか枯れて たちにね、それはちょっとやめてくださいいみたなそういうんじゃないですみたいなことを言われてるようでねちなみにオオカミのねその姿を見せるのちょっと関連して先ほどちょっと僕の中でもねいろいろ言ってましたけどオオカミの姿のまま花と結ばれるじゃないですかちょっとあれが僕ちょっとやっぱ絵面的にちょっとショッキングすぎんじゃないのかっていう。やっぱそこに なんでこんな要するに、うん、まあ言っちゃえば異常なことに踏み切るだけのものになのかわかんないみたいな人が結構反応としてよく聞くんですけどそのあたりのバランスとかってどういうふうに考えられてその辺が要するにさ、ななんていうのかわかんないけどこうセックスの意味みたいなものっていうのがさ。なんていうの 必ずしもこうなんていうのこう好き同士がさ、はい、なんかなんていうのこうまあ行うことっていうよりはさ、うん、もうちょっとこうその例えば、うん、そのセックスに至る前のさ、うん、こう。 その、まあ、どうして、そのさ、だって、だ、僕らっていうのは、その、例えば、誰かと出会ってさ。はい、まあ、こういうふうに落ちた時に、そうなるかっていうところ、ええ、その前の段階っていうかさ。はい、心理的な段階があるわけじゃないですか。ええうん、こう、何か、こう、その。あの、まあ、人を受け入れるとかさ、なんか、自分がそ、その、その、その、まあ、心を開くとかさ。はいうん、何か、そういうような。はい あの手続きみたいな手続きっていうかなそういうものがないとさ何かこうななんていうかなその関係性みたいなものが先に進まないみたいなところがあるんじゃないかなという気がするんですよねだからもちろんこれは例えば子育てもだからその子育てもの根拠としてあ,のああいうシーンがありますってこと以上にあのその彼らがそのなんていうのかな要するにこう。 そこまでもう踏み越えたという,う、うん、ことはやっぱり描いておかないといけないと思ったってことですかね要はねあの子供を見る映画と考えれば、うん、ある意味あの辺りはうん、うん、なんとなく省略してもあり得るわけじゃないですかその省略するような描き方も省略をした方がいいんじゃないかっていう意見もあの現場であったないことはなかったんだけどでも。 あの描くべきじゃないかなっていう,うん、うん、だから、あそこでそれを省略するとねうん、うん、つまりその,あの要するにその彼とその花がちゃんとこう、まあ、お互いを受け入れたっていうようなさ、うん、心理的に、ねうんうん、気持ち的に受け入れたっていう,ふうなことの。 が要するにそれが言葉によってさ表現しちゃうことになっちゃうわけだけどでも言葉こそさつまり言葉でいくらこうねんか受け入れうわ」とか言ってもあれなんだやっぱんかもっとんか行動によってんかそれが。 証明されなないいととしょうがないとでそうするとその後そういうところから何かある種の覚悟っていうものがさ、うん、あの花の中に出てくるんじゃないかなっていうような、うん、ところをなんか自分なんか思あそこはじゃあそのやっぱ絵面的なちょっとハードルが高めである必要がむしろあるというかこれを受け入れたという覚悟があるんだからというか。 っていうことなんですかね確かにそう言われてみると例えばあそこで普通に、まあ、人のか、ね、姿に戻ってうん,、うん、なんか結ばれましただと、うん、ちょっとよ弱く感じる気もしなくもないですね確かにね、うんうんあ。なるほどなるほど。うん、だからそれがさだからそれがやっぱりその要するにセックスってことに対するその、うん、要するにそれぞれの人の価値観の違いっていうのがあるんでそこをこう衝撃的だったりとかセンセなュって捉える人もうん、うん あのいるのはもちろん分かるんだけどなんかこうこの人物たちのことを考えていくとうん、うん、なんか、まあ、要するにあのなんかこう自然な、うんあのー、っていうのかかなうん、うん、なんか当然のような,、うん、な当然の帰結のような感じが自分はしたんですよね。 あとその狼の姿のバランスでいうと、うん、これもさっきちょっと勝手なこと言わせていただきましたけど、うん、あの終盤の、うん、結構シリアスなトーンになってからのゆきちゃんとあめちゃんの、うん、特にその半人半獣というかな、うん、顔。うん はまだ人間の片鱗があるけど、例えば、えっと、四本足で歩ってるけど、顔はちょっと人間っぽいとか。うんうん、あと、その正体を表す時の、うん、あの総編に正、し、うん、ね、こう告白する時の。うんうん、えっと、由紀ちゃんの、顔の塩梅とかって、うん、そのバランスとかって、結構悩んだりしませんでした。あ、あ<ー>どんぐらい、どんぐらいリアルに狼なのか、どんぐらい。みたいな。うん、どうですかね、うん。そうですね。あの、いや、でもね、あそこで、やっぱり、こう。 あの塩梅ってのもあるけど、うん、やっぱあそこで雪はさ、うん、自分のねあの姿をさ、うん、さらけ出さないと、うん、まあどうしようもないわけで、うん、あのなんかこう要するにこう、えー、とこれから人として生きていこうとしてるわけだから、うんえー、そうやって前に進もうとしてるわけだから、うん、そういう時にやはりこう。 あの、なんてのかな、こう。見せる必要は絶対にありますよね。例えば、もっと、うん、もっとリアルに。狼寄りとかっていう、ことだと、だめなんですかね。うーん。そうですね。わかんないけどね、こういう、うこういう可能性の発話だと、多分無限になっちゃうけど。うそうですね。う,ん、うん。まあ。 あのそもそもなんでこうあの、うん、窓開く必要があるんだとか、ね、まあね。もちろ、うんこのさ別にアルミサッシー閉じてたって同じ話はできるじゃんっていうことはあるかもしれないけどやっぱりなんかこうユキはあそこでねなんかこうあのこの暴風の中にさ身を閉じたかったんじゃないのかなっていう気がしますよね。なんかちょっと風を受けたかったんじゃないかない、まあ。まあある種そのテンションがねテンションが欲しかった。うんうん <laughs> それ,はそれはでも多分みんな流れでは納得できると思うんだけどなんかその人感と狼感のバランスみたいのがそのやっぱその背景というか世界が比較的リアルに描かれてる分なんかそういうとこの整合性を頭で求めようとする気持ちもあってこれはどのぐらいの塩梅の何なんだみたいなことを。 ちょっと考えちゃう自分もいたりしてね,なんかねまあね確かにそうですね多分それは絵の見せ方一つで説得力があったりなかったりするんだろうけど、うん、迷わなかったのかなっていうのが、うんうん、感じですね、うん、そうですねだからそうですねいやまあでもそうですね僕はねだからあのそこの塩梅よりも、うん、そこの塩梅よりもやっぱり例えばね要するにカーテンが、はい、あれあの2階 雪を遮るんですよ雪の姿をシルエットにしてその奥に何があるかっていうふうなことなんだけども僕はね最初のねあの狼になる前にカーテンが遮ってカーテンが履けると狼ですよっていう絵よりももう一個その後の方の要するに雪をカーテンが遮ってそれで履けた時のところにあのシーンは力点を置いて。 演出したつまりそのんていうのかなっていうのはつまりユキが見せるべきっていうか見せたくないけど見せるべきようなとこっていうのは必ずしも狼の姿ばっかりと限らないっていうところがあるわけじゃないですか。っていうようなところでだから2回目のカーテンが。 遮るところっていうのがむしろあのシーンの本筋というかクライマックスみたいなところがあるんですまりやっぱそこでオオカミの剣みたいなに見えないっていうことなんですかね見せないようにするっていうかそうそうだからシナリオ上では最初ね要するにオオカミの姿を見せる見せないってことがんか重要だったような気がするんですけど根底やってるとねそこはさもう前提じゃんって思ったわけ。別にの姿を見 せるっていうのは、で、その後に、雪が何を見せるか、の方が重要だと。戻ってきた時の表情とか。そうです、そうです、そうです、そうです。セリフなりのここが大事だと。そうなんですよね。だから、あんま、そういう意味では、あの、歌もさして、きされて。あの、あれなの、だから、あんま、だからね、そのね、最初の狼の姿。での、雪の、あの、美女に関して、あんま、迷ってない。ですねどっちかっていうと、その後の、その、カーテンのタイミングとか。まあね。で、やっぱ、でも、現に、僕は、その、カーテンのこれに。 任されてるから、そこはまんまと実は乗せられてるってことなんですよ。すよろしくお願いします。<laughs> ということで、細田さんお忙しい中、はい、ありがとうございました。なんかね、うもう本当になんかもう、<laughs> もうあのこ、ここの雰囲気的には変な感じとしか言いようがないですけど。<laughs> は